来てくれたんですね。先輩、ご卒業、おめでとうございます。明日から先輩がいないと思うと、寂しいのです。代わりに、先輩の第二ボタン、もらってもいいですか？先輩、の、もしかして、告白されると思いました？先輩が卒業しても、また会いに来てくれるなら考えてもいいのですよ。また、会いに来てくれますか？ああ、のんもこんな青春、送りたかったな。なのです。次の報告を、やばやばやばしてきた。はい、原料回収です。ふざけんな。山下チャンネル。おい山下、いつものゲームやろうぜ。お、いいぜ。じゃんけんポンポンポン。俺の勝ち。なんで負けたか明日までに考えといてください。それではやらせていただきます。よっしゃ、かかってこっ。3、2、1、ダー！俺は宇宙一なんだ。だから貴様は、俺に殺されるべきなんだ！青春、それは君がくれた痛み、僕が見た絶望。青春、それは触れられたくない過去、不幸せの青い春。ありがとうございました。はぁ、俺の誕生日なのに、なんで俺がおごらなきゃいけないんだ。ごちそうさまです、先輩。ついでに誕生日おめでとうございます。味噌汁はめでたくない。30過ぎたらどうでもよくなるって、部長が言ってましたよ。この間まで学生だったんだがな。いつの間にか俺はもういい大人だ。大人は青春を味わえない。先輩、VTuber って知ってますか？いや、自分がなりたい姿で、自分がしたいことをする。それをたくさんの人に見てもらうんです。そこでは年齢も、ましてや性別も関係ありません。味噌汁のおっさんでいる必要もありません。先輩はやりたいこととかないですか？やりたいことか。ちょっと考えとく。週明けたらミーティングしますよ。なんでだよ。この後めちゃくちゃバビ肉した。ダイモカプレゼンツ。なあダイヤ、夏休みどうすんの？部活かな。文化祭に向けて何曲か作っておきたいしさ。モカは？俺もオーディションとかあるから芝居付けかな。そっか、お互いに忙しそうだな。あ、でもさ、開けてあるよ。マジで？で、何のことか分かってんの？モカのことだからね。そろそろ誘われるかなって思ってた。祭りだろ？そうそう、分かってんじゃん。今年の花火はさ、令和初ってことですごいらしいぜ。マジで？やっぱ楽しみすぎなんだけど。お好み焼き食って、リンゴ飴と、イカ焼きは外せないよな。あ、浴衣？もち、祭りといや浴衣でしょ。祭り以外でも出かけような。僕たちの最初の夏だしさ。ああ、最高の夏にしような。当たり前だろ。イエーイ！時刻は7時になりました。青春天気予報の時間です。これ映ってる？映ってるか。よし。今日の昼の俺、この天気予報を見てるってことは、ようやく俺の話を聞く気になったんだな。元気か？夢を諦めてないか？
まだ夢を諦めてないって方はお手元の D ボタンをどうぞ。なるほど、そうか。ボタンを押すとき一瞬迷っただろう。俺は俺のそういうとこ好きだよ。今日の夜から雨が降る。長い長い雨だ。でも聞いてくれ。ベランダにバケツを置いて水を溜めたら今日の風呂代が浮く。しかも東京の雨は弱酸性だ。いつもよりマシかもしれない。明日の天気か？それは今日より成長した明日の俺が教えてくれるから安心しろ。水道代で困ったらまた動画を見てくれ。じゃあな。青春とは水に流すべきものである。青春か。何を悩んでおる。お前はクソ動画評論家クッスリーに伯爵じゃないか。いかにも。青春とは芸術的で情熱的な、まさにクソ動画のような。何を言っているクソリに。お前はあまたいるクソ動画評論家たちにクソリプライを送ることに生涯を捧げるクソムリエ、クソッタレーヌ。青春とは破壊的で独創的な。ふん、愚かな。お前はクソ動画評論家にクソリプを送ることに生涯を捧げることに優しくクソ付けてあげるクソまみれのクソッタレ、ただのクソ。青春とはな。いやー。お前は便器。そう、僕にとって青春とは。何を言っているんだ、この野郎。便器が喋るな。俺の家でやめてくれ。あ、自分帰りますね。ああ、お疲れした。夕日に向かって走るぞ。いや、夕日がこっちへ向かって走ってきてる。ああ。はーい、夢か。いやー、遅刻遅刻。え？なんでイグアナが都心に？何言ってるか全然わからん。すいません、急いでるんで。ああ、なんで追いかけてくるんだよ。あ、あれは太陽？太陽に向かって走っていってる。あ、夢か。